Standing at the bus stop with my shopping in my hands when I'm overhearing elder ladies as the rumors start to fly. Hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall, every corner turned around. Starting with a school. エキシビジョンマッチ、レアルマドリー対イングランド、あと少しで試合が始まります。キックオフです。ラサナディアル、セルヒオラモス、アプローチ、さあ前にいるぞ、一人で持ち込む、突破できるか、シュートまでいけるか、中は4枚か、3人、あっとこれはエリアの中だ、ここでペナルティを取られてしまいました。イングランド、そしてこの PK 確実に決めました。レア、開始早々から1点をもぎ取っています。さあサッカーの母国イングランド、ここで流れをつかみたい。ランパード、右サイドに流します。ウォルコット、前線には誰が張っているのか、いいとこ出ました。スローインです。セルヒオラモス、細かいボールの奪い合い、アルベロはディフェンスの選手です。チェックに行く、やや中のフォローが遅いか、行くか、さあ追加点なるか、シュート、かろうじてクリアしました。いいディフェンスを見せます。ゴール前まで持っていったんですが、ここはチャンスをものにできません。前半15分が経ちました。右サイド、一旦はたきます、チェック入れるか、決めれば同点、あー惜しい、んーとよく止めました。カシージャス、ナイスセーブです。すごいですよ、素早い対応しますからね。一人で持っていきます。これいいですよ、ここまで走ります。おお。ここで激しい、さあゴール2点目、前半の20分、レアルリードを広げました。スタジアム中が大歓声で揺れています。イングランド2点差となりましたが、いかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですよね。そうですね。さあカウンター、このパス抜けてきます。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。イングランド、ここからの攻撃になります。中央からいった、スペースに出した、ああいう局面でも落ち着いていますね。早い攻守の切り替え、チェック、どうだ、フィードはどちらへ、クリスティアーノ・ロナウド、右サイド上がっていく、ここで上です。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。ああここで単価ですか、
選手がピッチを離れます。チェック、セルヒオ・ラモス。時計は30分を過ぎています。クリスティアーノ・ロナウド、ようやくピッチに戻ってきました。そのまま出ます。ジェラード、ジョン・テリー、前へゆっくり送ろうという場面です。セカンドトップ、ルーニー、チェック、駆け上がるか、おーっと果敢に攻める。横へ持っていく、レアルボールになります。ここで選手の交代が告げられます。ここは大丈夫って休ませましたね。ちょっと痛めてましたからね。いくか、追加点のチャンスだ。中に2人いる、ゴール。いや、やりました。レアルとしては思い通りの試合をしてますよね。順調でしょう。そうですね。バックパス、バーディナンド。イングランド苦しい状況です。自分たちのリズムに持っていきたい。さあ、ね、シュート。さあ、コーナーキックのチャンスです。誰に合わせてくるんでしょうか。これはどうか、入ってきた。マウダイ、もう一度コーナーキックです。もう一度チャンスになります。流れが来てます。さあ、入れてきた。狙ってますよ。細かいボールの奪い合い。ラサナディア、レアルとしてはまあうまく守れてると思いますよ。チェックに行きます。ベンゼマ、横へ運ぶ。チェックが入りました。左へ、チェック入れるか。左から、落ちるのか。後ろからさらに行く、行くか、渡ります。シュート、左足。おっと、長い笛。前半が終了します。レアル着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。はい、抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよ。後半参りましょう。レアル、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がイングランド。さあ、追い上げたい。ここから行くか。イングランド、決定力の差が現れています。そのままシュート。ああ、これを決められない。ここまで持ってきたんですが、残念でしたね。そうですね。でもうまく蹴りましたよ。セルヒオ・ラモス、ラサナディアラ、前にいる、中央へ行く。1対1、シュート、やってしまいました。オンゴール。どうしたんでしょうかね。こういったプレーはちょっと注意してほしいですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。そうですね、しっかり防ごうとしたところでもね。さあ、イングランド、形としては不本意の得点を与えてしまいました。得点は得点ですからね。自陣で守るときもギリギリのところでは注意したいですよね。さあ、戻して、チェック、右にボールが出てきた。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。いいディフェンスだ。レアルとしてはこれでいいと思いますよ。インターセプトします。
ここで選手の交代があります。いいマークですよ。リターンを受けてカカ、ベンゼマ、いいボールだ。あっとゴールになりません。しかし北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。いやね、完璧だったんですよ ね。イングランド、ちょっと相手になりません。さあ展開が速くなる。レアル、今日は一人で持っていくケースが多いようですね。レアルとしてはポイントとしてはそれがうまくはまっていますよね。その方が見応えもありますからね。細かいボールの奪い合い、中来てるぞ。シュート、クロス上げるか、外へ出した、ミドルで来る。しかしすごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。アルベロは最後にシュートを放ちました。イングランド、非常に難しい試合展開になっています。左側上がっていきます。北澤さん、イングランド、はい、フォーメーションを変えたんですよね。はい、4-3-3 になってますね。ただ少し流れが変わったかなとも感じるんですよね。実際変更前と比べるとシュート減ってるように見えますからね。ああ、そうかもしれませんね。枠を捉えることはしかしできません。ここで選手の交代があるようです。左サイド、イングランド、一矢を報いたい。ラウール、今日はまだシュートがありません。ダウニング、ここはカット。アルベロア、シャビアロンソ、ラサナディアラ、ロッベン、抜群のスピードを誇る。外から行った、行くか、中には2人いる。さあシュート、際どいボールでした。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、何でしょう。自分で行きましたね。そうですね、積極的に行きましたよね。厳しいディフェンス、通った、キーパーと1対1。さあ固まっている。ロッベン、ポジショニングは良かったんですが届きません。追っていく、このボール、レア、先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。攻め上がったんですがここはうまくいきません。ボールが渡る、今いける、ここで激しい。レアルとしては助かった形になりましたよね。細かいボールの奪い合い、シュート、決まった。イングランド、点差を縮めています。さあ追加点が取れるか。安定した攻めを見せています。さあ攻撃に注目です。トラップ、レア大差でリードしています。ルーニー、戻します。ここはなんとかクリアです。レア、現在3点差をつけています。しかしよくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。そうですね。あっと外れた。しかし北澤さん、かなり強引に切り込みましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。イングランド、直接フリーキックを得ています。しのいだ。イングランド、3本目のコーナーキック。ゴール際、人が集まっています。ゴール前へ入れた。
アローズでクリアしました。シュート、そして今タイムアップ、レアル勝ちました。大差での勝利です。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついた試合になりましたよね。レアルとしては本当に嬉しい勝利となりましたよね。素晴らしかったです。そうですね、ではちょっとここで試合を振り返ってみましょう。試合が始まってすぐタカ PK をきっちりと決めました。あの場面が勝負の分かれ目でした。そうですね、1回 PK があるとディフェンス陣が強いプレッシャーをかけにくくなる心理も働いたりするんですよ。でもやむを得ない PK なのかどうかの判断って難しいんですよね。そして先ほど画面に出ていましたが、前半37分、ベンゼマ、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、レアル、やはり支配率でも相手を上回っているようですね。そうですね、その辺も今日の結果につながってますよね。加えてきっちりと前線に運べたという点においてもいい評価できますよね。試合を終えてみますと結果は4対1、レアル勝利しています。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。